はい、皆さんこんばんは。北斗無双、遊んでいきたいと思います。今日は伝説編ではなくですね、ちょっとこの目の前にヒューイさんの技で気になる技があるんで、ちょっとそれの検証をしていきたいんですよね。あって、その後ちょっとあの20連か、最近その7周か、このねパネルミッションで20枚のガチャ引けるみたいなんで、それで、やっていくんですが、でこのねこの技ですよ、なんて呼ぶのかな、コランソーかな、嵐を呼ぶ思う、まあよくわからんけども、ちょっと、解説読みますと、投球をため自分の周囲に真空波を放つ、自分のシールドダメージ率 100.7% アップということで、要は相手のシールドを削るのが2倍速くなるのかなっていうのが、ちょっと1回だけ使ったんですけど、それがよく分からなくてですね、まあちょっと使ったバージョンと使ってないバージョンで今回比較して、まあ皆さんに見てもらおうかなと。おいでもでシールドを削る相手で適当なのはこのデビルリバースさんなので、デビルリバースさんにちょっと挑んでね、最初はどっちしようかな、最初はこのまま、でそっか、究極奥義は、つけないでおこうかな、分かりやすいように。今この5射扇風劇かというのと、これ5射真空裂波、この2種類つけてるので、ちょっとこの2種類で、かつオートでちょっとやっていこうかなと思います。で、まあどういう検証しようかなって思ったんですけど、まあこのね奥義基本、闘技場じゃあんまり使わないと思うんですよね。敵にダメージを与えるわけじゃなくて、でこういう風にデビルリバースさんみたいな、まあ要はどうでもいい敵になんかやってくるもんかなって思うんで、とりあえず、検証というか、このままオートプラス、まあ、通常奥義は使用するけど究極奥義は使用しないっていうやつなんですが、このオートプラスでどこまで削れるかっていうので比較していこうと思うんですけど、まあただねこれデビルリバースさんの攻撃のタイミングとかもあるので、ちょっと、まあ、厳密な比較ではないし、ヒューイさんは会心率がめちゃめちゃ高いっていうことがあるので、まあなんていうか、例えば今会心めちゃくちゃ出て、次の、あの奥義コランソーって読んじゃいますけども、コランソーを装備した回では、全然会心が出なかったみたいな、そういった場合もまああるかもしれないですが、まあ、まあまあそれは一緒、今体感ですね。要はこうやって、通常奥義2種類だけでデビルリバースさんのシールドを破壊できるのは何秒ぐらいになるんだろう。あーやばいやばい、あーこれ多分シールド破壊されて、あでもまあ大体40秒ぐらい、残り40秒残ってるぐらいなのかな。ちょっと厳密に測ると、うん、今33秒ですね。ちょっとあのデビルリバースさんにこっちのシールド破壊されたっていう時間があるんですが、まあ右上の時間が40秒あるいは33秒、それぐらいの時にデビルリバースさんのシールドは1回破壊されましたと。ヒューイさん大丈夫かな、殺されないかな、あれこれ、あやばいやばい、殺されちまう。まあいいや、でコランソーをね装備して明確にそのシールド削れてるなっていう感覚が欲しいんですよね。さすがにあれ、あの奥義、闘技場のコインでゲットしたんですよ。闘技場のコイン、このショップなんですけども、今はないかな、今5射扇風劇になってるけど、このコイン6000枚使って確かゲットした技なんで、はっきりと、あこれ違うなと、この奥義使ってるとまあ違うわっていう風な差がないと、まあ今後使わないことになりますね。で、この1なんですけども、
このコランスをセットする位置なんですけど、一番右側に置きますっていうのは、左側の方に置くと、要は左側の技ほど奥義優先するんですね、 AI が。で、右側の攻撃技が残ってるのにコランスを始めちゃうっていうことがあるので、まあ音だとこれがいいでしょう。これで、デビルリバースさんの1回目のシールドを削り切るのが、まあ、残り何秒残ってるかというのでやっていきますね。1回やったことあるんですよ。ただこれ意味あるかっていうような感じで、まあ、最初は5射扇風撃と5射真空レッパーをやってもらいますが、次です。これはい、お祈り。あれ、ああ今敵にダメージ与えたかと思った。で、上のデビルリバースさんのシールドのゲージを見ていただくと分かるようにそんな減ってっかなっていう印象なんですよね。あ、また祈り始めた。あ、コランスはあれか、すぐ回転率いいのかな。んーで、あ、優位な差が見られない限りこの奥義はもう一生ってお蔵入り、あるいは運営さんがなんか修正とかしてくんないかな。あと30秒でデビルリバースを削り切れるかっていうことなんですけども、ちょっとどうかな。見た感じそのシールドの削れてるのが 100% アップしてるようには見えないんですよね。またお祈り、てかお祈りの時間もそこそこあるから、いやこれはいやむしろちょっと待ってむしろですね。あー、あれ、これは俺の使い方が良くないのかな。手動でやるとうまくいくとかそういうことであってほしいんですわ。ただまあ、これデビルリバースのこのクエストだからこういう結果になってんだろうか。これは装備しない方がいいとすら言える。あれ、あら、いや終了、あれ、はあ、さっきのダメージスコア見てなかったんですけども、まあ、明らかに減ってますよね。ちょっと闘技場コインを6000枚使ってゲットとしたんですが、悲しいことに結論としてはこの奥義、不要と不要っていうかむしろ、害悪という結論になっちゃいました。はい、ちょっと気を取り直してガチャやります。ね、あの奥義改善されないかな。剣士は、まあ剣士から行くか。第1弾だっけな。よし、必ず剣士だけ出るっていうのは熱いですね。SR 以上か。ヒューイが欲しいな。ヒューイがやっぱ強いからな。まあ SS なら正直何でもいいんですけどね。なんか SS の能力が強化されたみたいな告知ありましたよね。あれ、これどうかな。 SS が出るとピラピラ、あ、 SS じゃねえじゃねえか、ふざけんなよ。ハート様とかもういいんだよ。いや、しかも極親父かよ。いや、あー、これはどうだ。あー、ちょっと待ってくださいね。うわぁ、ちょっとひどいな。キバオヤジ SS か。SS 持ってるわ。ふざけんなよ。全然戦力強化になりませんでしたね。こっちじゃなくて。はい、ガチャ。こっちね。次、奥義だけ出る。まあ奥義は正直何でもいい。ヒューイの
ちょっと1種類ね奥義持ってないので、あのヒューイ攻撃奥義、攻撃用の奥義が3つと、さっきのコランソクソ奥義、全く意味のない奥義が1つなんですけど、攻撃用の奥義もう1個欲しいんですよね。はい、ケンシロ君さよなら。あるかな、誤射真空連山が2つ。あ、系風列車あった、系風列車でいいのかな。あー、これが一番欲しかった、よかった。さっきのね検証したコランソは、コランソってもう呼びたくないな、名前合ってるかどうかもわからんし、あんなの闘技場では使えないから、もうこの攻撃が欲しかったんすよ。しかただうわ、 S は誤射エンジン剣か。シュレンは使わんのだよな。はい、まあ奥義は当たりかな、当たりだったと思います。ちょっと今日はおおむね残念な結果になっちゃいましたが、まあ今後ねいいこといっぱいあるでしょう、長く続けてれば。今伝説編は19章までやってるのか、で10章ぐらいまで実況してるんで、まあ次回12章かやっていこうかな。ただまあ最近はちょっとゼルダの伝説ブレスオブザワイルド、そっちがね面白くて、やっぱり面白いゲームにはかないませんねこのアプリは。ちょっとそっち優先で実況してるんですけども、まあ、あのたまにね疲れてね、他に実況、ちょっと他の実況めんどいなって時はこういうような感じでやっていこうかと思うんで、よろしくお願いします。はい、それではご視聴ありがとうございました。